Gym Master Hunters. ですよね。うん。あんた瀬戸内ウォーリアーズの千葉っす。先日は助太刀ありがとうございました。いや、むしろすまなかったな。あんな騒動になっちまった。で、俺に何か用か。実はまた桐生さんに助太刀に来てもらいたいんすよ。 人数が足りなくて試合ができないんす。今までは、チームの要のイーノさんが、そういう時に選手を集めてくれたんすけど、イーノさん最近すごい忙しいみたいで、当分うちのチームには顔出しできないっす。だから僕が代わりをやっているっすけど、思いつくのが桐生さんしかいなくて。そうなんか。さっき大量離脱って言ったが、原因は何なんだ？ 言いにくいんですが、この前の桐生さんたちの喧嘩騒動ですね。あれで怖がったメンバーが怒った主力メンバーが大量に他のチームに抜けちゃって。申し訳ない。まあ南雲さんたちを出禁にしたみたいっすから、もうあんなことにはならないと思うんすけどね。それで助太刀の件なんすけど、お願いできないっすかね。俺も他にやることがあるからな。 最初は断ろうかとも思っていたんだが、その人数不足は俺の責任もあるようだしな。わかった。協力させてもらおう。あざーす。それでは野球場でお待ちしてます。ああ、わかった。
初乗り料金640円になりますが、ロシアまで行かれますか？ ライトで。あと、この後すぐに着替えてください。わかった。
早速始めましょう。みんな、行くぞ。おいやー、瀬戸内ー、うや負けちゃったっすね。ああ、乾杯だな。おいおい、いい加減にしてくれよ。練習にもならねえぜ。たけ。申し訳ないっす。俺たちも暇じゃねえんだ。せっかくやるなら練習になる相手とやりて。とりあえず、うちの人形を倒すまで、お前らとの練習試合は断らせてもらうからな。分かったっす。はあ、僕たちも帰りましょうか。はあ、随分と舐められてるんだな。うちのチームは主力がほぼ抜けちゃって、今や尾道最弱の草野球チームなんす。戦力もいないし、
まとめ役もいないし、選手を集めるコネも人脈もない。このままじゃうちのチームは遅からず解散かもな。せめて誰かカリスマ性のあるリーダーが引っ張れれば変わる気もするが。カリスマ性のあるリーダーか。キリルさん、やってもらえません、リーダー。俺が？はい、キリルさんならカリスマ性もあるし、人脈もあるから選手も増やせそうです。それにさっきプレーを見ましたけど、野球の素質もかなりのものだと思います。そうは言ってもだな、悪いが俺もそこまで手伝う義理はね。いやー、あの騒動さえなければこんなことにはならなかったんですけどね。痛いところつきやがる。わかったよ、協力してやる。やったー、ありがとうございます、キリュウキャプテン。とはいえ、右も左もわからんからな。詳しいことは教えてくれよ。もちろんです、いろいろ説明しますんで、またお時間が空いた時に野球場に来てください。野球場は昼間しか開いてないんで、日が暮れる前に来ていただければと。わかった。それじゃ、よろしくお願いしますね、キリュウキャプテン。どうなることやら。だな。チケット買われますか？片道320円になります。片道チケット1枚くれ。はい、片道チケットになります。15分おきに運行してますので乗り場へどうぞ。キリーさん、こんなとこまで呼び出しちゃってごめんなさい。いや、いいんだ。南雲君から聞いたでしょ、はるかちゃんが私の店で働いてたってこと。ああ、はるかについてあんたが知ってることを話してくれないか。私が初めてはるかちゃんに会ったのは3年前、港だった。彼女とても悲しそうな顔で海を見つめてて、今思えば大げさだけど、もし飛び降りでもしたらと思って声をかけた。どこから来たのって。話してすぐ彼女にはどこへも行く当てがないって分かった。こんな田舎に家出してきた女の子がたった一人。私もそのままバイバイっていうわけにはいかなくて、宿も決めてないっていうし、
思い切って一任させたの。一晩泊めてみて、何か訳ありだったみたいだけど、やっぱり全然悪い子じゃなかった。それで私、彼女にしばらくうちの店で働かないかって聞いたの。正直、私一人で間に合う小さなお店だけど、どうにもほっとけなくてね。その日から、はるかちゃんはうちで働くことになった。芸能人だったなんて、気取りも全然なくて、本当にいい子で。あいつの素性にも、すぐ気がついたってわけか。ええ。でも、店に来る町の人たちも、みんな気づかないふりしてくれてた。そうしてるうちに、はるかちゃんも、日に日に笑顔が増えていってね。でも、あの日だけは違った。泣いてたんだと思う。私を見るとすぐ無理に笑顔作ってたけど、その時もっと詳しく話を聞くべきだった。彼女がこの町から姿を消したのは、その翌日だったから。多分遥かは、その頃自分の無心を知った。それが理由でこの町を離れようと。ええ。私もそう思う。私も知らないの。お店にいた時も誰かと付き合っているような喋り見せなかったから。そうか。でも心当たりはあるの。確証はないけど多分。本当か。一体誰なんだ。それは。おーい、まさかと思いましたが、やっぱり桐生さんでしたか。ソメヤ、お前どうしてここに。それはこっちのセリフだって言いたいところですが、いやね、そこの迎賓館に泊まってるんですよ。初めて来たんですが、坂ばっかりで疲れますね、田舎は。そういう意味じゃねえ。どうして登場会の人間が広島にいるのかって聞いてんだ。怖いな。そんないきなり喧嘩腰になられても困るんですがね。いわゆる杯交渉ですよ。俺と陽明連合会本家若頭小清水さんともね。何？おっしゃりたいことはわかります。格が合わないってんでしょ。確かに、ただの直系組長でしかない俺と、広島のナンバー2とでは釣り合いが取れない。本来なら、堂島会長は、陽明連合会のクルス会長と、直接杯を交わすとこなんですが、あいにく六代目は殺に捕まっちまってる。なら、なんでお前が出てくる。俺はね、四代目。今菅井会長代行から登場会の後目候補と見られているんですよ。お前が登場会の後目だと。小清水も陽明連合会の後目です。そういう意味じゃ俺と小清水が五分で杯交わす理屈にはなる。お気に召さないようですね。なんなら四代目が復帰して代わりに杯交わしますか。俺は別に構いませんよ。どうも俺たち二人には何か縁があるようですし。縁、こんなとこでばったり会うってのもそうですが、あんたが一緒に連れているのは俺の前の女だ。
久しぶりだな、清美。戻ってきてたんだな、国に。お前が消えた後、ずいぶん探したりもしたんだが、まあ、こうして無事が確認できてよかったよ。おっと、そろそろ宿に戻らねえと。それじゃあ4代目、失礼します。アイステ、何かあったみたいだな。あんたの核まで詮索する気はない。俺は遥のことが聞ければそれでいい。だがどうやら日を改めた方が良さそうだ。ごめんなさい。いや、いいんだ。ありがとう、キリエさん。誰な、その染谷いう男は。清美のママ言うたら東京に行っとったんじゃろ。言葉もすっかり東京弁じゃし、その時付き合うちょった男じゃないかの。ひょっとして昔の旦那とか。踊る清ちゃんのバツイチ言うんか。そんなわけあるかい。 なんか根拠でもあるんすか。当たり前じゃい。清美言うたら踊る清純な美女言う意味じゃけんの。清純な美女だって結婚くらいしますよ。それよりバツイチだといろいろ納得いくじゃないですか。いい年した女性が故郷に一人戻ってきてスナックやってる理由。違う。ただキヤちゃんみたいな綺麗な子には東京みたいな汚れた都会の空気が合わんかっただけじゃ。そういえば赤ん坊の面倒を見るのもうまかったのねえ、キリの兄貴。え、ああ確かに上手だな。ひょっとして子供もいるんじゃないですか。バカだよ。いい女っちゅうは赤ん坊が産んでも赤ん坊のせいもうまいもんなんじゃ。踊れや、あんましかばち頼るとぶち殺すぞ。まだそうと決まったわけじゃねえだろうが。あまり外野が騒ぐんじゃねえ。兄貴、そらそうじゃけど落ち着けんわい。相手が極道じゃ言うならなおさらですわ。大変じゃ。いいのじゃねえか。なんならキヨちゃんが、キヨちゃんがさらわれた。それは一体どういうことじゃ。さっきキヨちゃんとスナックに乗ったらいきなりヤクザが来よってキヨちゃんを車に乗せよったんじゃ。じゃあわしが飛びに入ったんじゃが、めたくそに殴ってきよってからに。そしたらキヨちゃん失敗すんでいいから言うて、ほいでおめおめと逃げてきよったんか。この根性なしや。踊れの腕の一歩や両おられてでもキヨちゃんを守ったんか。かしら、いかんて気が運ですけ。ヤクザってのは陽明連合会か。いや、多分東京人じゃ若い男じゃった。ソメヤか。やっぱり清美ママと何か関係あるんすかね。待て、南雲、どこに行くつもりだ。決まっとる。キヨちゃん助けに行くんじゃ。その染谷いう男は山の上の芸人家に泊まっとるんでしょう。工場会を舐めるな。お前が行ってどうにかなる相手じゃない。
止めんといてください。こればっかりは兄貴の命令でも聞けませんけ。そうじゃ、頭だけじゃのうてわしらみんな命張る覚悟あります。ケミさんはわしらにとっても大事なお人じゃ。どうよ、東京もんに舐めた真似されて黙っちゃえ。ソメヤは陽明連合会の本家の客人だぞ。そこにお前らが乗り込んでいった。うんこ詰めさせられる程度じゃ済まない。最悪広瀬一家は取り潰した。親分にも迷惑がかかる。じゃったらわしは破門してもらいます。それじゃったらもう広瀬一家とも関係ないです。惚れた女一人守れんで何が得度じゃ。呆れるくらいバカな奴らだな。何とでも言うて近さんや。ほいでもわしらはいかんといけんのんじゃ。ああ、バカとは言ったが嫌いとは言っていない。え？陽明連合会傘下の広瀬一家が動けば問題になる。君に関係ないよ、俺が行けばいい。違うか。いや、兄貴が無事強いのは分かっています。じゃけど、なんぼなんでもたった一人で行くのは無謀すぎるで。おいおい、さっきから何ごちゃごちゃ話してんだよ。親さん、おったんですか。要はさ、お前らが広瀬一家の人間だってバレなきゃいいんだろ。それはそうですがの。だったら絶対にバレねえ。いい手がある。これ覆面なんか泥棒みたいだな。やっさん、なんで小柄なもん持ってるの。昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ。本家のやつとかバンバンな、全然バレなかったよ。おいじゃけど、そがなことする人おやっさんの他に何人もおらんでしょうが。ほとんどバレとったんじゃ。おいじゃ、これ兄貴のもんです。はぁ、いや俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。キリュウの兄貴が広瀬一家に出入りしてることは陽明連合会にも仕事ですから。兄貴の顔が割れたら一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないですか。しかし兄貴、もたもたしてる暇はないですけど。しょうがねえな。わかったよ。じゃあ、俺はそろそろ戻るから、あとはよろしく。で、頭、どういう作戦で行くんすか。そうじゃのう。あ、確か、迎賓館のパンフレットがあったはずじゃ。ちょっと持ってきますわ。これです。これが迎賓館の見取り図です。迎賓館は、もともと岩見造船に船を買いに来るお客のために建てられたようですわ。1階はロビー、2階から3階までが客室エリア、4階にレストランと大浴場があります。5階はスイートルーム専用みたいですわ。広いの。問題はどこにケミさんがおるかじゃ。のんびり探してると搭乗会の連中に捕まっちゃいますよ。よし、
キヨちゃん救出作戦はこうじゃ。まず全員で正面玄関から突入。奥の階段に着いたら2階に上がって2つに分かれて客室をしらみつぶしに探すんじゃ。松永、高階、雄太は右回り、わしとキヨの兄貴は左回りじゃ。2階におらんかったらそのまま3階へ行き同じように探す。途中でキヨちゃんを見つけたらすぐにわしの電話を鳴らせ。そしたら一斉に正面玄関に戻って車でとんずらじゃ。お前ら準備はいいか。へい、気がたぎってきたで。兄貴、準備はいいですか。いや、まだだ。キヨちゃんが危ない目に遭うとるかもしれんのんじゃけ、早う頼んます。兄貴、準備はいいですか。ああ、行こう。よっしゃ、キヨちゃん、今行くで。
ってんだから。その気はありませんよ。何？奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから、
あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな、早合点しないでください。俺はこの喧嘩まだ負けたとは言ってませんよ。ん？よく言うじゃないですか、逃げるか勝ちって。てめえ！くそ、逃がすか！Yeah!
気は染谷を追ってください。汗だくじゃないですか。こりゃまた入り直さねえと。ずいぶん綺麗な体をしているんだな。今どき炭なんか入れてちゃ仕事になりませんよ。何？ヤクザが仇を脅して炙り銭せしめてた時代とは違って今は真っ当な忍びに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる。俺は上からそう教わりました。炭は脅しのために入れるもんじゃない。己の生き方を背中で示すために入れるんだ。背中に憧れるってやつですか。夢だな。夢だと。現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょう。今じゃ入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですから、これが極道として正しい姿なんですよ。夢を忘れて金に走るようになったら極道はおしまいだ。誰もが憧れるような生き様を背負った男がいてこそ、そいつを担ごうと一つの組織にまとまることができる。さもなければ跳ね返りの多い極道なんざ一瞬でバラバラになってしまう。だから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう。少なくとも菅井さんはそう思ってるみたいですよ。まあいいや。女ならこの中に監禁してます。今頃たっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな。安い挑発には乗らねえ。彼女の居場所が分かれば十分だ。さっさと片付けてここを通らせてもらうぜ。そう簡単にいけばいいですけどね。伝説とまで言われた四代目が相手だ。こっちも失礼のないよう少しだけ本気出させてもらいますよ。
ほっほー。
石見造船をはじめとする石見グループの長老ですが、もう一つ別のお名前がありましてね。クルス・タケル。クルス。陽明連合会会長です。クルス・タケルは、いわゆる都政名なんです。岩見朝鮮の会長が、陽明連合会。岩見グループの関連各社は、今風に言えば、陽明連合会のフロント企業ということになりますが、こちらは息子の常雄で、石見造船の社長です。以後お見知りおきを。俺の名前は桐生一馬。東条会の4代目でしょう。当然存じております。どうも水が入ってしまいましたな。ここは一つ場所を変えませんか。わかった。いい眺めでしょう。私はこの海から見た尾道の眺めが一番好きだ。それに大事な話をするのに海の上ほどうってつけの場所はありません。周りに危険を立てる者は誰もいない。大事な話？実は桐生さん、あなたに折り入ってお願いがあります。どうかこの小清水と染谷さんが交わす杯の貢献人になっていただきたい。どういうことだ？ご存知かどうか、余命連合会はこれまで東条会とも近江連合とも杯を交わさず、極道組織として中立を貫いてきました。それはなぜか。広島が動けば日本の裏社会の均衡を崩すことになるからです。我々が日本最大の組織近江連合と組めば東条会に勝ち目はなく、逆に我々が東条会と組めば近江連合にとって存亡を脅かす存在となる。だからもし今我々と東条会が杯を進めていると近江連合が知れば、彼らは死に物狂いで阻止しようとしてきます。一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争になる。クルス会長、あんたらはそれが分かっていて、なんでそんな危ない杯を進めようとする？わしらがそこまで話すからには、まず杯の貢献人を受けると確約していただきましょうか。桐生さん、あなたは今の近江連合トップからの信頼が厚い伝説の極道だ。そのあなたが貢献人であれば、我々の杯が明るみに出ても近江連合はしぶしぶとはいえ飲むでしょう。堂島の竜の名はそれほどまでに力を持っていると私はそう思っています。なるほど、事情は分かった。それでお返事は？断る。理由を尋ねても？今の登場会は6代目の堂島大吾が逮捕されて不在、その急場しのぎに大工の菅井が切り盛りしている状態だ。そんな時にこの俺が
下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは工場会六代目への裏切り行為でしかない。なるほど、筋は通ってますな。ただそうなりますと我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんが、あなたはそれでもよろしいんですか、みんなは。どこの誰と杯交わそうがあんたらの勝手だ。俺はもう工場会の人間じゃねえ。それはおかしいですね。工場会の人間じゃないとおっしゃるなら裏切る裏切らないはないでしょう。違いますか。やめなさい、姫。桐生さんからはもうはっきりとお返事をいただいた。この話はもう終わりだ。失礼しました、会長。いきなり無粋なご相談をしてしまってすみませんでしたね。年を取るとどうも話を急いでしまっていけない。いや、それじゃあ食事の続きをするとしましょう。